英語英字ってなーね。みんな勝手にルール作りがち。いい質問です。いやできると楽しいですね。アンチュル。アンチュルかっこいい。でも単数ってなんだそこか。ちょっと英検3級の問題をやってみます多分ねむずいと思う。3級もこれだと、はい、私関係3級を取りました。関係ないわ関係ないかもうやだよ、はい、英語。じゃあちょっと解いてます、はい、Did you enjoy your vacation in Africa? It was very... お楽しかった。アフリカの夏休み楽しかった。イエイ。それはとてもよりとてもクラウドナーバス。あ、退屈だな。ボーイングはエクサイティング。4ですね。うわっ、ちょっと分かりそうです。でも他のちょうだいって言ってるから。何も喋ってなかったもうこの世に私しかいないぐらい喋ってましたもう最初 It was really exciting。 正解です。あーよかった。他の意味は分かりますか。 Proud。 Proud は I'm proud。 信じる。あ、じゃない。それ、ね、あの香原朋美の歌から出しました今、はい、世代じゃないし。 Lonely です。はいはい、 Lonely。 いきなり寂しくなっちゃった I'm proud。 誇りを持つ、ね、誇りに思う。 Pride とは違う。 Pride が名詞、 Proud が形容詞。形容詞ってなぁ、美しいとかそういうことですか。ああ、そう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 、国語得意だからでも、誇りの形容詞ってどういうことですか。誇る、誇る、誇りに思う。 I'm proud って言ったら誇りに思ってます。誇りに思うは形容詞、まあ、日本語だと思うって動詞になっちゃうんですけど。そうですよね。英語は形容詞なんで。なるほど。 あなたを誇りに思いますとかって聞いたことありますね。Proud of you。 そう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 、Proud of you とかって言いますね。はい、Nervous。 Nervous はなんかちょっと落ち込んじゃってるみたいな、なんかちょっとなんか Nervous。 具合悪い。え、Nervous？ まあ具合は悪いんだろうけれども。 Nervous、 Nervous になる。そう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 、妊婦さんとかが、まあ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 、そうそうそう妊婦限定じゃないけど、はい。Nervous。 直訳すると何なんですか、Nervous って。直訳しなくてもいいですけど、はい、なんか緊張してるっていう。あ、緊張って意味なんだ、はい、ナーバスって緊張って意味なんですね。緊張してると、ナーブが神経です。へぇ。ボーリングは、はい、退屈。はい、正解ですね、退屈な。で、2個目、あ、これちょっと文法チックなやつだな。 Can I have なんとか Yes, here you are or All one ないです、All one なんて。なんか、多分これはパンケーキめっちゃ美味しいよ、うん、ママって言ってて、うん、で、どうぞみたいな、うん、Yes、どうぞって言ってるから、うん、なんか他のちょうだいか、あ、そう、全部ちょうだいか、うん、ああそういうことか、はい、だから多分全部ちょうだいじゃないなら他のだから、はい、アザー1番。アナザーですね。え、3番。 Another one。 Another one。 これ何が違うんですか、アザーとアナザーって。いい質問ですいい質問しましたか、はいはい、アザーの後ろはですね複数にならなきゃいけないんですね。覚えとこう。アザーの後は複数、はい、はい、アナザーは後ろは単数ですね、基本的には。もちろん例外いちいち書いてこないでくださいね、知ってるからこっちはちょっと分かんない、はい、例外もあるってこと。知らなくていいです、まあ、アナザーの後ろは単数で大丈夫です。え、はい、でもこれは1、1個だから、ね、アナザー、はい、アナザー1で、これが2だったらアザー、まあ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 、アダーパンケークスって言って、まあ、ちょっとしたらもうちょっとちょうだいってことですよね。だからアナザー、アナザー1ですね、もう1個パンケークちょうだい。あ、じゃあこういう問題は大体こっちですか。そういう、あ、これいいとこですね。こういう問題は大体こっちですかっていうのが、うん、これが、まあ、よくあるパターンですね。みんな勝手にルール作りがちそっか、そうやってやっていくとできるようにならない。なるほどので気をつけてください。ちゃんと覚えないと。ルール作んないように気をつけてください。単数だったらアナザー。でも単数ってなんだそこかいだからケーキが1個だったらそうそうそう、アナザーパンケーキ、ね、2個あったら複数。そうそうそう、もちろんです、うん、パンケークス。パンケーク、パンケークって分かるんですよ。え、小麦粉の丸いやつですよね。小麦粉の丸いやつです。その丸いさん、はい。メープルの。はいはい、メープルの、それ上に乗せるやつ。日本だとね、なんかホットケーキとパンケーキが別物になってますから、同じものですからね。あ、そうなんだ。あ、じゃあこれホットケーキのことなんですね。はい、そうなんですよ。日本だとなんかパンケーキがおしゃれなもので、ホットケーキがお家でやるみたいな、はい、そんなものはありませんので、両方ともパンケーキです。まあ基本ケーキは数えられないですけど、パンケーキは数えられますので、厄介。はい、難しいこと言ってもしょうがないので、はい。
次3番お答えは1ぼよぼよって何ですか。茹でる。正解。え、これ正解ですか。正解です。はい。でもこれポテトディッシュどうやって作ったのって言ってるんですよ、うん、How do you make、うんうんうん、どうやって作ったのってどうやって作るのですね。あ、作るの How do you だから、はい、作るので、うん、ファースト最初にあなたはふにゃららポテトザポテトじゃないですか、はい、ポテトなんかするんですよ最初に、はいはいはい、でボイル茹でる、そうそうそう、2個がケア、うんうん、3個目がハート、はい、ハートは何ですか。だだからこれ、イートはないなと思ったんですよ。食っちゃダメだろうって。おー、さすが。ケアは芸人的には4のイートだったんですけど食うんかいっていう、そう、食っちゃダメじゃないですか。そうそう、料理なのに食うんかいっていうツッコミを準備してたんですよ食っちゃダメなんですよ、はい、でケアは多分なんか皮むいたりってことですか。これなんだろう、ケア使わないです、こんな風にはそもそも言えないです。じゃ無視、無視で、はい、ケアアバウトの多分この2つだったんですよ、はいはいはい。そして揚げる前に茹でるっけと思って、揚げる前に茹でるえ、このポテトディッシュって何なんですか。茹でる、いや普通にじゃがいもを使った料理のことですか。あ、そっか、じゃあ何でもいい、フライドポテトだと思ってました。勝手に揚げないでください揚げる前に茹でていいのかなと思ったんですけど、はいはい、この揚げる前に料理を思い浮かべちゃってなんか油跳ねとか気になっちゃって。 ハートは傷つける、傷つける、はい、ハートを傷つけると覚えます。あ、なんか小倉優子さんみたいえ、嘘でそうやってやってる、ハートスペル違うし発音違うんですけど、はい。続いて4番3、なぜボウトとか買った、はい、新しい T シャツ、うん、購買兄弟に買った、うん、でも間違えてサイズを買った、うんうんうん、それがとってもタイトきつかった、はい、正解。正解です。おぉ、3球いけるじゃないですか。いけないですよ。1ヘビーは重たい。はい、正解。クリアは透明。はいはいはい。4番、ブライト。ブライトは、ブライト輝いている。あー、まあまあ、OK ですね。明るいってことです。明るい。OK です。大丈夫です。じゃあ5番。5番、5755室を探してます。どこか教えてください。はい、Please follow me.、はい、ついてきてください。はい。I'll show you. 正解です。これはもう e-girls のおかげです。 e-girls follow me follow me ですか。はい、 follow me very very ですね。まあ、これはなんか follow me ってなんか一緒になんかセットで覚えてました。2番 grow なんでしょう。成長、そうですね、成長する、成長する、はい、まあ、育てるの意味もありますけど後ろに人は置けないです。どう育てるって意味にはならないので grow me とは言えないです。はい、3番はこれ読めますか。3番 invite。 お、意味は invite。そのロボットみたいな。インバイトってなんだ。それしか分からんロボットみたいな。カムみたいなことですか。インバイト。ああ、バイト？カムってこと？はい。こっちのカムかと思った。あ、来るってことですか。インバイトって。いや、近いけど来るじゃなくて。呼ぶ？ああ、そうそうそう、招待する。招待する。へえ、インバイト。だからバイトを招待するって覚えます。やめてー。正解です。おお、いいじゃないですか。いいですか？絶好調です。さあ、次が6番。どうでしょう。日本にようこそ。うん、ワードってなんだ、なんかヤッホーみたいな、あ、ハワード、人の名前ですあ、人の名前、これ、はい、そういうことなんですね。 How was your flight? あ、正解。でも、なんかちょっと疲れちゃった、私は眠れなくて、うん、ベリーウェルオンザ、ベリーウェルオンザ、え、うん、え、眠れなかった、とても飛行機の上で飛行機の上にいるんですか飛行機ね、オンザプレーン、なんかプレーン出てきたんですよ、また。そう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 、プレーン出てきました。飛行機の中で眠れなかったから、そうそう、ちょっと疲れてるみたいなことですか、これは。え、この very well って well ってわかりますか。良い、うん、まあよくですね。だからよく寝れなかった。あ、1、 air は空気、はい。2番 interest、 面白い、まあ、興味ですね、興味、はい。3番 ticket、 こうやって券、はい。おお、なんか How was your flight? ってどう言いますか。 How was your flight? どうだったフライトはですから、 How was your flight は分かります。と、飛ぶ。ああ、まあまあそうですね、そのフライから来てる単語なんです、実は知らなくて多いですけどフライフライトって言うじゃないですか。はい、飛ぶ、飛ぶってことですよね。この飛行機乗ってることをフライトっていう。何時のフライト。そうそうそう、それです。ハエも飛ぶってことですか、フライ。そうそうそうです、フライ、そのフライですよ。そう、 FLY ですね、 FLY、 フライ、あれはハエ。ハエです。飛ぶは FLI、 同じスペル。あ、一緒なんだ、はい。いや、できると楽しいですね、はい。で、7やってないですけど、7は多分できないってことですか行ってみましょう。ちょっと、お、乗ってきましたさあ、まず最初なんて言いますか、これ。朝、財布を見つけられなかった、うん、あー、正解、はい。どこ探してもね、もうあらゆるとこ見た、あらゆるとこ見たけど、はい、アットラスト、最後に、うん、ああ、はいはい、見たのが I found、 ん？私は見つけた、うん、はいはい、なんかたくさんの本。全知識を入れなきゃいけないです。
これ何？ジョアリングサムブックスオンザフロア、どういう意味？なんか関係ない話してないですか急に。何何これ、だって財布なくした話してたんですよね。そうそうそう、なんか関係ない話してないですか、なんか急に本を見つけたみたいな。あ、本を見つけたんじゃなくて、イットが刺すのは、イットが刺すのは、え、何？君探してたものは一体財布？そう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 、だから財布を見つけたんです。あ、え、財布見つけたんですか？はい、ファウンデって言ってるから財布見つけたんです。あ、財布見つけたんだ。そう、アットラストだから最終的に、ついに。あ、そう、あ、あ、この階にある本のフロアが階か、なるほど。え、フロアって何でしょう。フロア、床？そうです、床です。あ、床に落ちてたってことですかね。うんうん、まあ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 、まあ、はいはい。でもサムブックス、なんで本の話なんで急にするんだろうって。本の隙間、前置詞が分かればいいんですけど、それ前置詞が分からないと。アンチル、アンチル、かっこいい。今のもうダイジェストで使われるアンチルは、アンチル、え、違う、アンティルですけどね、これアンティルの意味が分かりますね。アンティル、え、の間にじゃなかったでしたっけ。違う、あの間にを選ぶんですけど、の間には、の間にはアズ、アズよ、アモング、アマングですね、はい、アマング、アマングが正解です。アマング、アマングアスですかこれ。そう、あ、どういう意味ですか。今自分で言ってた間にって意味です。間に、アマングアスって私たちの間、え、あれどういう意味ですか。アマングアスって何ですか。人狼みたいな、宇宙人狼。あー、とは私たちの中に人狼がいるってことですね。はあ、そういう意味なんだ。あのゲームやったことないですけど私なんか流行ってるっていうのは聞いたことあります、ね、アマング、はい、アマング、ずっとアモングアスって言ってました。あれアマングなんですね。アマング。で、during っていうのを選んだ2番の during も間って意味があるんですけど、時間です、これ。空間、物の間じゃなくて、物の間はアマング。うわ、でも人の間、人も物だからってことですか。人も物だから、すごい概念じゃなくて、物体の概念じゃなくて、はい、間だったら、まあ、だからいくつかいろんなものがある中の間だとしたらアマング。だから簡単な話ですよ、ここに本がいっぱいあるんで。こう本がある、そこの間に財布があったってことです。なるほど、はい、こういう文章だったんだ。そうです、そうです、分かれば簡単ですね。そうなんです。ということで、やっぱり文法がダメだっていうことが分かったんでじゃあこれから、じゃあこれから書店に行って選んでいきましょう。はい、参考書、はい、では行きましょう。ほ、すごい全部急げです。はい、まあさすがに書店はね、カメラ回せないと思うので、はい、行ってきます。文法か。